だからこう言うとちょっとこう、語弊があるというか、怒られそうな感じもあるんですけれども、まあ一般的なそのレスポールにですね、ある意味、まあ、このね、ダブルカッターでとかもそうですけれども、まあやっぱりファンの方には、こういったですね、内容というのは、いらっしゃいませ。ギターバイヤーの増田です。今回はですね、早速ですけれども、こちらにございますですね。まあもう、まあ一見しただけでですね、ファンの方は、お分かりになると、思います。ビーズの松本さんの、シグネチャーモデルですね。タック DC のアクアブルー。今回こちらのですね、ファーストエディションになります。シリアルがですね、150番未満のものですね。というのをですね、ファーストエディションと呼んで、まあ、ケースだったりとか認定書だったりとか、ちょっと異なってくるんですけれども、こちらのですね、答えを見ながらですね、こちらの、アクアブルー、こちらの製品についてですね、ちょっとお話していきたいと思います。本題に入る前にですね、私、書籍を発売しております。毎週発行しております無料のメルマガ、これのですね、バックナンバーというのをですね、一部再編集させていただいたものになっております。そもそもまあメルマガは無料なので、これでですね、SNS とかでは言えないようなことだったりとか内容だったりとかっていうのをメルマガという形にしてますので、興味ある方はですね、そっちまずチェックしていただいて、もしですね、過去のアーカイブですね、今まで出してなかったので、それですね、もしご興味あればですね、そちらのバックナンバーの方をまとめた書籍になっておりますので、チェックしていただけたら嬉しいです。というわけで、早速本題でございますけれども、松本さんの、アクアブルーですよね。まずこのですね、DC という製品についてですね、そもそもその松本さんのシグネチャーモデルというのは、まあ、最初99年ですね、日本人初のシグネチャーモデルということで、いわゆるこうキャナリーイエローというですね、フェラーリのカラーをしたというですね、イエローカラー。これが特徴的な、シグネチャーモデルとしてですね、リリースされるわけですけれども、その後ですね、4、5年ぐらいの話ですね。初めてですね。DC というですね。松本さんの、まあ、それまではレスポールシェイプの、シグネチャーモデルというか、まあ、カラーだったりとか、製品仕様が、松本さん仕様になったものっていうですね、まあ、タックバースだったりとかだったわけですけれども、初めてですね、オリジナルシェイプを作っちゃうというところでですね、これまたすごい話だと思うんですけれども、だからまあ当然ですね、それまでは、まあ、ヘッドのところにこうレスポールって入ったタック松本モデルだったわけなんですけれども、その DC モデルからですね、当たり前なんですけど、オリジナルシェイプなので、ヘッドのところではレスポールと入らずですね、タック松本と入っているわけですね。まあ、そもそも日本人がギブソンでシグネチャーモデルを出すってことが、まあ、そもそも衝撃的なわけなんですけれども、まあ、今となったらですね、こうなんかこう慣れてしまってるところもあるんですけれども、これ相当すごいことだと思うんですよ。で、さらにですね、その中で、オリジナルのシェイプまで作ってしまう。これですね、相当な影響力だったりとか、まあ、相当なですね、まあ、それこそ当時の代理店の方だったりとかって、相当ないろいろな努力があって初めてできたものだと思うんですけれども、相当なですね、インパクトがあるというか、イベントだと思います。で、その DC ですね、いわゆるこうアイコニックなブラウンバースト、今も人気高いですね、ブラウンバーストだったりとか、チェリーカラーだったりとか、あとはもうゴールドトップだったりとか、様々なバリエーションがですね、こう、リリース後々されていくわけですけれども、まあ、カスタムとかですね。ブラックのカスタムとかも有名ですけれども、こちらですね、2012年に、リリースされた、まあ、かなりこう、DC も油が乗ってきたタイミングですね。油が乗ってきたタイミングの DC と、アクアブルー、2012年にリリースされた製品がこちらになっております。最初の頃からですね、この DC シェイプが出た頃から、割とこう、まあ、薄々感づかれてると思いますけれども、まあ、ちょっとね、こう、ポールリードスミス感っていうか、というのがですね、まああったりなかったりするわけなんですけれども、ブルーだと、まあよりちょっとそれを感じる感じはありますね。まあそれまでのですね、松本さんのシグネチャーモデル同様にですね、ピックアップは、ゼブラカラーの、ピックアップで、オリジナルのですね、バーストバッカーを元にした松本さんのオリジナルのピックアップになっております。これ基本的には、そのバーストバッカーピックアップをマグネットをですね、よりですね、こうシャープな、出音が特徴であるアルニコ5マグネット、通常2のものを5に変更しているという内容と言われていますね。これがですね、ゼブラカラーのものが搭載されております。そしてですね、ボディの、バインディングですね、縁取り。こちらですね、ブラックで、縁取りされているというのもですね、以前からの、特徴ですね。指板のバインディングも、ブラックになっておりまして、インレイ部分ですね、インレイが、いわゆるアバロンになっております。一般的なレスポールとかだと、いわゆるこう白鳥貝、と呼ばれるパールですね。白っぽい、ものなんですけれども、こちらはですね、ちょっとこう幻想的な輝きを持つ、緑というか青というか、感じを感じるアバロンインレイ入っております。非常に高級感のある仕上がりですね。ヘッドはですね、比較的オーソドックスな、ギブソンのスタイルなんですけれども、まあ、真ん中にですね、タック松本と、しっかり入っております。ステーもですね、比較的クラシックな、ギブソンのスタイルになってます。で、まあ、ボディの方戻りますけれども、コントロールですね、
トーンほとんど使わないという感じになっているんで、ボリュームが2つついているんですが、トーンは1つになってますね。これは松本さんのシグネチャーの、この DC の特徴と言って差し支えないと思います。で、まあ、3way のトグルスイッチついていて、まあ、シンプルな、レスポールに準じたですね、ブリッジついております。DC のシェイプなんですけれども、実はですね、ちょっと普通のレスポールよりも小さいんですね。ほんまり小ぶりになっていると、いうことです。まあ、具体的にはそのボディのエンドの方がですね、少し短い感じに感じますかね。このジョイントの部分がかなりこう深く入ってるんで、まあ、そこに引っ張られてあんまりこうボディのサイズ感って、まあ、気にならないというか、ところもあるかなと思うんですけれども、実際持ってみるとかなり収まりが、いいような、印象があります。これですね、後々そのファイアーガードのシグネチャーモデルとかにも、採用されていて、あれもですね、通常のファイアーガードより確か 97% ぐらい、まあ、若干ですけど、サイズダウンして、持ちやすくしていると。そういったですね、こだわりがあったりとか、しております。まあ、だからこう言うとちょっとこう、語弊があるというか、怒られそうな感じもあるんですけれども、まあ一般的なそのレスポールにですね、まあ、ある意味、まあ、このね、ダブルカッターでとかもそうですけれども、まあ、ある意味、こう、ポール・リード・スミスっぽさを、うまく落とし込んだと言っても差し支えないと思うんですね、内容的には。ちゃんとギブソンのフィーリングを残しながらも、まあ、例えばですね、このボディの厚みとかは、PRS ほど薄くないんですね。普通にレスポールと同じぐらいの厚みがあるわけなんですけれども、ボディのシェービングを、シェイプをですね、変えたりとか、まあ、ボディ、カッターウェイですね、カッターウェイ入れたりとか、で、ハイポジションのアクセスを、させやすくするとかっていうですね。そういったところをですね、レスポールにうまく落とし込んだっていうのが、この DC シェイプになっておりますね。で、ネックシェイプなんですけれども、DC モデルだとですね、比較的薄めのネックっていうのも多いんですが、こちらのアクアブルーに関しては、やや厚みが、どちらかというとあるタイプになってますね。それまでのものに比べると。もっと例えばそのタックバーストだったりとか、まあ、ゴールドトップとかもそうですね。割とこう、薄めな。タイプになっているんですけれども、こちらはですね、ある程度厚みのしっかりあるネックグリップになっています。ここら辺でですね、その時期による松本さんの好みというか、そこもなんかこう変わってるんだなっていうのをですね、感じたりとかしますね。実際このアクアブルーの DC はですね、メディアの露出も非常に多かったと思いますし、まあ最近でもですね、使用されたりしておりますけれども、いわゆるですね、その松本さんのシグネーチャーモデルの中では、結構ですね、長く使われているんじゃないかなという気もしております。まあ、正直ですね、DC も結構カラーバリエーションとかいろいろ出てるんで、一部あんまりこう、今は使ってないようなモデルも中にはあるわけなんですけれども、まあ、その中でもですね、比較的こう、使われている期間も長かったりとか、あとはですね、この製品、このアクアブルーに関しては、エピフォンでもですね、生産されたりとか、していたのでですね、結構こう見る機会がいろんな意味で多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、それだけですね、インパクトもあって人気もあった、人気もある製品ということですね。で、こちらのですね、カスタムショップの製品では、最初にちょっと申し上げましたが、ファーストエディションと呼ばれるですね、最初の150本のロットと、それ以降のセカンドバージョンっていうのがございます。こちらはですね、なんとシリアルナンバー1桁ということでですね、いわゆるこうファーストに当たるわけなんですけれども、具体的な違いはですね、製品本体ではなくって、付属品周りですね。シリアルが若いというのも単純にです、ね、非常に魅力的なんですけれども、このですね、専用のホワイトのトーレックスのケースですね。まあ、ロゴが入ったりとかして、シグネチャーが入ったりとかしておりますけれども、このホワイトのトーレックスに、こうやってですね、専用の認定書、付属しております。まあ、こういったですね、ブルーの輝くサインがプリントされていて、本人の写真が入った、認定証というのが、付属しております。これはファーストエディションの特徴になっています。まあ、やっぱりファンの方には、こういったですね、内容というのは非常に嬉しいんじゃないかなというふうに思います。でこちらの個体に関してなんですけれども、外装の傷というのはですね、結構少なくって、年式を考えたらもう10年以上前ですか。10年以上前の製品になるんですけれども、それを考えると非常に綺麗な外観を保っております。大きな打痕だったりとかっていうのも見られないですし、非常にこう大切に扱われてきたような、印象を受けます。ただですね、そのパーツの交換というのは、ぼちぼちあって、いわゆるこう伝送系ですね、ピックアップを除くですね、ピックアップは専用のピックアップ載っておりますけれども、それを除く伝送系のパーツというのは一通り交換されております。まあ、ただですね、このテールピース周りちょっと交換されておりまして、スタッドがですね、本来は短いタイプが使われているんですけれども、こちら長いタイプが搭載されていて、そのですね、受け側っていうか、アンカーの部分っていうのが、元々の短いタイプの長さになってるんで、すごい、少しの1ミリぐらいなんですけれども、一番奥までスタッドが降りない感じですね。一番下までアンカーが足りないに刺さりきらないというか、いう感じですね。微妙に、まあ1ミリぐらい、1、2ミリぐらい浮いたような
状態になってます。まあ、もちろん通常使っていただく分には全く問題ないんですけど、現状はそんな感じですね。またですね、いわゆるこうポインターワッシャーと呼ばれる和射ですね。ここでですね、数値を分かりやすくするワッシャーというのが、ギブソンのヒストリックとかがついてると思うんですけれども、そのワッシャーというのは今取り外されていて、まあ、これは付属しておりますけれども、取り外された状態になっています。他のオリジナルパーツというのは残っていないんですけれども、まあ、ちゃんとですね、こだわって、いろいろレストアされているんだなというのが伺えるような内容になっております。ただ、こう、使用感はあんまり強くないというですね、なんとも絶妙なところなんですけれども、まあ、状態自体はすごい綺麗。ただ一部パーツ交換はあるよっていう感じですね。そんなこちらですね、大変魅力的な、松本さんの、DC ですけれども、デモ演奏ご用意させていただいておりますので、ご検討の参考にしていただければと思います。それでは早速どうぞ。でしょうか。最近はですね、まあ、今年ですか、TMG2 とかでですね、だいぶこう話題になった松本さんですけれども、まあ、そちらでもですね、やっぱ結構 DC 使ったりとか、されているというところで、まあ、結構やっぱり注目度は引き続き高い製品ですね。まあ、そもそもが限定生産のものだったんで、もともと注目度もかなり高いですし、特にそのファーストエディションというのはですね、中でもまあコレクタブルの良さも強くって、特に人気が高いところだと思います。もちろんですね、楽器としてのクオリティ非常に高いんで、こうプレイしていただくのにも非常に魅力的だと思うんですけれども、まあ、ぜひですね、ファンの方、興味ある方はですね、チェックしていただければと思います。というわけでですね、今回の動画参考になったという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。またですね、各種 SNS だったりとかですね、まあ、Twitter だったりですね、とか、メルマガだったりとかもやってますので、興味ある方はぜひそちらもチェックしていただけたら嬉しいです。というわけで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。